皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はニーヤリインカーネーションの実況プレイをしていきたいと思います。前回ここからでしたね。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。ママめっちゃ優しいですね。あの砂どこまで流れていくのかしら。そして若干操作しづらいという、あの黒い柱の根元に向かいましょう。ん、なんか戦闘の予感がしますね。でかっ。これなんかあの、これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。メニューを開いちゃったの？後からちゃんと説明するつもりだったけど、どうしても今開きたい？今はいいや。そうね、今は何も考えなくていいわ。いけない。とりあえずここは迷っているの？恐れないで、ママがついているわ。さっきの黒いかかしに手を触れてみて。ああ、やっぱりかかしだったんです。で、かかしどうやって？ふむふむ。物語に入りますか？入りましょう。もう吸い込まれた。荒野の三人、杖の少年。皆川純子さんだな。立ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かに頷いた。人はここじゃないんですね。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと、深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。尺に触ったのか、賞金稼ぎがいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろん
あなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか。賞金稼ぎはいきなり銃を構える。おう、でここでバトルが始まるわけですね。これで2度目ですかね、確か。まだ 50% あったか。うわ、なんだこいつは。私が相手をしよう。あれ、あれ、マジか、マジか。ちょっと待って、どこ行こうとしてんの。あ、振り方。バトルでは通常自動で通常攻撃が行われます。バトルスキルゲージが溜まるとウェポンスキルやキャラスキルを使用できます。お供を装備している場合、お供スキルを使うこともできます。あれどうした。ああ、ちょっと何やってんの。あれ何やってんの。よし、あー落ち、マジか。ようやくできた。あれ、何やってんの。違う違う、なかなか攻撃してくれませんね。あ、倒した。ウェイン。若干ダメージは受けましたけど。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。お怪我はありませんか、王子。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。病の亡命者、異能射手、残影のカルギア、残光のカルギア。あなたの役割は黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること。そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。で、このまま、さてこれからのこと、だいたいイメージできたかしら。んーと、ウェポンスキルが2回。まあいいや。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。では次に行って、次の部屋に行って終わりましょうかね。ん？まあ、綺麗な場所。でも、とまずこんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。ひとまず今回はこの辺で、ニアリンカーネーションの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。